小山田信有は、戦国時代の武将。海の国東部の軍内地方の有力国人である、小山田氏当主。では、守るを称した。安三郎を称した、小山田信有、小山田信重の父。従来父は、小品中守を称した、小山田信有。母は、海の国主語、武田信虎の妹とされてきたが、先代の小品中守信有と世代が近いと。 推察される点、かなの、や三郎は、では守るのぶありから、着難のかなとなり二代前の、や太郎と異なる点からでは守るのぶありは、腰中守るのぶありの弟もしくは、初流の人間であり、腰中守るのぶありの死去に伴い急遽家徳を、次実名の、のぶありを名乗ったのではないかと、丸島和弘氏は推測している。妻については不明であるが、 大一したちの娘を正室に迎えた可能性が示唆されており、事実だとすると、武田信虎とは妹子の関係にある。ただし、世代が近い腰中守信有の自席である、可能性もある。戦国期の開国では、国中地方において守護武田氏と有力国人衆の間で構想が発生しており、軍内地方の小山田氏も守護。 武田信虎と争いを繰り広げていたが、信有の父にあたる越中家主に勇気の栄章7年には、武田氏との和睦が成立し、武田氏の従属国衆となっている。協六5年には拠点を、それまでの中積森館から谷村館へと移転し、武田家神団のうち一門衆として侵入した、越中守信有は、天文2年に甲府に屋敷を与えられ移住している。 天文9年には、嫡男、矢三郎信有が誕生。翌天文10年には、腰中守信有が死去したため、代わって、家督を継いだ。同年、主君武田家でも、武田春信が信虎をするがに追放し家督を継承している。春信武に本格化する信濃信仰において、初めて活動が見られ、天文11年9月25日の高遠。 大次との宮川の戦いにて武功を立て、春信より感情を与えられている。天文13年正月、春信の,の側近、小前高次郎斎と、向山又七郎が、谷村館を訪れ、ご北上氏家進、桑原森正と対談し、同年12月には、小山田氏家老、小林宮内女が、北上氏康の元を訪問している。このことから、小山田氏は、 武田氏、ご法上士官の取り次ぎを務め、両者の関係改善に尽力していたようである。天文14年の稲郡三ノ輪城攻めにおいては、上司、藤沢頼近の降伏に際して、勝沼信元、穴山信友ら新類衆と共に仲介を務めている。天文16年8月の作軍進行においては、滋賀上司、笠原清重の夫人を側室として与えられ、 駒橋へ連れ帰ったという。また、天文17年2月の上田原の戦いにおいても、従軍しており、天文19年8月に、武田勢は、小佐型軍と石城の村上の力を攻めるが、工場は難航し、10月1日には撤退するところを、村上勢に追撃され敗退した。信有は、この合戦において負傷し、軍内州でも、小沢式部や、 渡辺伊豆も守るらが討ち死にしている。翌天文20年の筑馬軍を小笠原ゼメにおいて、信有は病床にあり着死やサブロが、小山田勢を率いている。信有自身は、天文21年に死去している。では、主神勇気には無念号文書を含む発通の文書が現存している。小山田氏については、腰中主神勇気の発給文書が現存しておらず、 天文11年10月16日付け、小山田信有判物は、小山田氏最古の発給文書となっており、内容は、書役、胸別免許や過剰など。では、主審有文書には、顔と、方形丹老主因が使用されており、以来この方式は、信刺激に至るまで継承されている。山梨県鶴市下屋の調整時に伝来する、小山田信有画像は、従来、 腰中守信有に否定されていたが、高野ノさん過去による、では守信有の法名と宗法名に、敬山損心と記されていることから、画像は、では守信有のものと考えられている。ありがとうございます。